筋肉ワンパク体操です。気持ちよく元気いっぱい体を動かして筋肉もりもり元気もりもりでいきましょう。お家の方もできれば一緒にやってくださいね。やらせるだけじゃダメですよ。まずは腕立て伏せです。手を肩幅強、体をまっすぐに構えます。胸が床につくまで伏せて腕が伸びきるまで立てます。これが本当の腕立て伏せです。胸がつかなければ腕立て伏せかけですよ。しっかり行うと相当きついので、まずは膝をついて行ってみましょう。ももまでつければさらに負荷が下がります。もちろん自信がある子は膝をつかなくても OK です。自分ができるやり方で行ってください。ではまず丁寧に10回いきます。胸をつけてあげる、しっかり伏せてあげる。腕立て伏せかけは禁止です。きつければももまでつけて、できる人は膝を伸ばしましょう。できるフォームで行います。どのフォームでも胸をつける。楽しくなってきましたね。あと2回きつくても辛くない、きつくても楽しい。はい、終了です。続いて10秒間で何回できるか競争しますよ。膝を伸ばしても、膝つきでも、ももつきでも、自分のできるフォームでいきましょう。はい、構えてスタート。胸をつけて腕を伸ばす、できるフォームで行いましょう。5秒です。ペース配分は禁止です。目いっぱい出し切る、そんなもんじゃない、そんなもんじゃない。終了です。はい、何回できましたか？物足りない人はいませんか？はい、たくさんいるようなので2回戦いきましょう。もう10秒いきますよ。はい、構えてスタート。たった10秒です。目いっぱいで胸をつける、胸をつける、胸をつける、胸をつける。あと3秒しかできない、やりきる、出し切る、全部出し、終了。はい、お疲れ様でした。お家の人ともぜひ競争してみてくださいね。早く10秒は必ず、丁寧に10回を行ってからチャレンジしてください。筋肉は裏切らない。続いては足が速くなるためのスプリットスクワットです。息を整えながら説明を聞いてください。足を前後に大きく開いて、しっかり深くしゃがんで立ちます。膝が床に触れるくらいまでしゃがみましょう。きつければ手で膝を押してください。右足前で4回行ったら、左足を前でまた4回行います。左右4回ずつを2周しますよ。はい、右足を前に構えてください。いきます。深くしゃがんで立ちます。きつければ手で押して、浅いスクワットは浅はかなスクワット、背筋は伸ばしていきます。足を変えてすぐ行きます。深くしゃがんで立つ、きつければ手を使う、奥深くしゃがんで立つ、背筋は伸ばして、はい、これで半分です。はい、足を変えてすぐ行きます。しっかり深くスッと立つ、上がらなければ手で押して、きつくても辛くない、きつくても楽しい。はい、足を変えて最後です。しっかり深くスッと立つ、上がらなければ手で押して、出し切らないと後悔する、やりきれば気持ちいい。はい、筋肉は裏切らない。次は前後に開いた足を素早く入れ替えていきます。この時かかとはつけずに行いましょう。速く走るコツになりますよ。まずはゆっくりと1、2、3、4と12回いきます。はい、構えてください。はい、1、2、かかとはつかない、かかとはつかない、5、6、腕もしっかり振って、9、あと2回、楽しく嬉しく。はい、では続いてこれを素早く12回いきましょう。楽しく気持ちよくいきますよ。はい、構えて、はい、1、2、素早く素早く気持ちよく跳ねます。1、8、楽しく楽しく嬉しく嬉しく。はい、筋肉は止まれない。運動も勉強も楽しく厳しくでいこうね。先生はいつもそうしています。筋肉は裏切らない。